皆さんこんにちはこんばんは今日も本音で聖書塾聖女を知シリーズをご視聴くださりありがとうございます本日の学びは聖女の構造についてですが今日は聖女を覆っている4つの幕に視点を向けて学んでいきたいと思いますはいそうですねはい4つの幕があるということですが聖女は別名 モーセの幕屋とも呼ばれてるんですよねはい。まあ、幕屋って普段あまり聞きなれない言葉だと思いますけど、うん、幕という言葉から旗とか布とか、うん、あと垂れ幕とか、うん、何か布が関係しているというのはなんとなくイメージはできますよねそうですねこの幕とは まあこの仕切りとかですね、はい、何かを覆うときに使う布のことですので幕屋とはまさに大きなテントのような建物なんですねうん、まあ、テントと言われるとキャンプで使うあのテントですねあれがイメージとして思い浮かびますけどあそうですねところでこのキャンプといえばキャンプの時のテントに求められることって何だと思いますかそうですね、まあ 雨風から守られて、快適に過ごせるとか。うんうん、まあ、あと虫が入ってこないとか、そういう感じですかね。まあ、そうですよね。うん、まあ、この激しい雨風にも耐えられるテント。というのが良いテントの条件らしいですね。うん、まあ、基本的にはどのテントの,の表面にもですね。撥水処理っていうのが施してありまして。はい、まあ、テントの,この外側の生地の厚みや、また目の。 細かさでですね、この撥水能力というのが違ってくるわけですね。で当然このテントの外側の生地が厚ければ厚いほど、はい、まあそして、えー、生地の目が細かければ細かいほどこの撥水能力というのが強くなりますね。はいえー、またテントの中には生地を重ねて作られているまあそういうテントもありまして、えー、まあそのあたりの材料でですね、はい、テントの品質とか。 また値段も大きく変わってくるらしいですね、えー、そうなんですねはい、えー。さて話を聖女に戻しますが、はい、モーセの幕屋なる聖女は四枚の幕が重ねられているんですが、えーえー、そのあたりのことは出エジプト記の二十六章に詳しく記述されてますよね、えー、時間の関係で今日はお読みしませんが後ほど皆さんの方で それぞれ確認していただければと思います。はい。一、まあ、枚ではなく、四枚っていうところに、今それぞれ何か意味がありそうですね。うん、はい。このシッツーエジプト記の二十六章の十四節の記述によれば。えー、この聖書のテントの一番外側ですね。四枚ある幕の一番外側の幕は、実は呪言の皮なんですよ。はいはい うんジュゴン、はい、ジュゴンって私見たことないんですけど、うん、これ日本では沖縄だけに住んでるそうですねまあそのようですよねはい僕もまだ実物見たことないんですけどもはい、まあなんかあのジュゴンはーで水の中で生活してるので当然、はい、まあそのジュゴンの川っていうのは撥水能力がすごいと思われるんですよねうんえまあ先ほどの 良いテントの条件から考えると撥水効果抜群のジュゴンの皮が一番外側の膜に使われているなんてなんと高級なテントなんだろうかと絶賛したくなるんですが、えーまあ、しかし実はですねジュゴンの皮は私たち人間の生まれつきの状態すなわち罪人という状態を表していると 考えられるんですよね、はいえー、この聖書の中ではですね、はいえー、よく雨とか水というものは聖霊を表していまして、はい、その聖霊の感化をいわゆる発水効果のように跳ねのけてしまう存在それが私たち罪人の状態であることを表しているんですね、えー、このことが聖書に記されてありますので、えー、コリント第一の手紙の二章 14節を読んでいただけますか「生まれながらの人は神の御霊のたまものを受け入れないそれは彼には愚かなものだからであるまた御霊によって判断されるべきであるから彼はそれを理解することができない、はい、私たちはこう自分の力で神様を信じたのではなく」うん。 神様が私たちの思いに働きかけてくださって、うん、それに応じる時に信じるるるににに信よよううなとといこですね。それにしてもこう神様がお住みになる聖女なるものの一番目につく外観が、うん、生まれ変わる前の私たち罪人を表すさえない色の呪言の皮っていうのがちょっと不思議ですよね。そうですね 神様がお墨になる聖女のイメージはこう荘厳で堂々としているというイメージですから、うん、聖女の一番外側は豪華絢爛な布が使われていそうな感じですけど全く逆なんです、ね、そうですすねねそうよどうしてそうなのかということはですね、まあ、学んでいるうちにその意味が分かってくると思いますけども次に行きましょうね。はいえー、2番目のの幕についいいてて考えてみたいと思います、えー、出エジプト 二十六章の十四節の記述によれば。はい、これは。赤茜染めの。牡羊の。革になります。えー、聖女で牡羊といえば。何かを思い出しませんか。そうですね。確か、あの、犠牲の動物の中に羊がいましたよね。そうですね。はい。牡羊は聖女の儀式で。捧げられる犠牲の動物なんですけども。はい、前回の学びで。 それはまさにイエス・キリストをを表しししていいるという話をしましたよね、はい、イエス・スキリストは十字架の死によってご自分の命を私たちの救いのために差し出されましたよね。はい、そしてその時流されたキリストの血が2番目の膜の色につながってくるわけですね。まあ、イエス様のお体を表すお羊の皮が、うん 十字架の血によって赤く染められたっていうことなんですね。そうですね。わかりやすいですね。そうなんですよね。はい、ええー、先ほどの一枚目のジュゴンの皮で象徴された罪人はですね、えー。キリストの十字架の意味を知ることによって。二枚目の幕の十字架の罪の赦しの経験へと進むわけですね。ああ、なるほど。うん。まあ、そういえば。 ジュゴンの皮も赤根染めのお羊の皮も、うん、その動物を殺さなければ得ることができない材料ですけどそうですね皮ですからねはい、これはイエス様の十字架の死と何か関係がありますかはい実はそうなんですよねこの一枚目のジュゴンの皮とそして二枚目のお羊の皮は実際これらの動物の死が関わっているということから、はい、罪の代価が死である というこの聖書の原則をですね思い起こすことができると思います、えー、ここでローマ人への手紙6章の23節を読んでいただけますか罪の支払う報酬は死であるしかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である、はい、つまり1枚目の幕と2枚目の幕は 罪の支払う報酬を神の賜物であるイエスキリストの十字架によって支払われたということを意味するものだと考えられますよねまあ、それは私の身代わりとして、うん、イエス様が死んでくださることで本来私が支払うべき死の代価を代わりにイエス様が支払ってくださったことを表しているということですね、うん、そうですよね、はい、まあ実際この 罪人がですね、自、えー、言の経験のまま罪人として人生を終えるならば永遠のの死とといいうものを免れないことになこにりますよね。まあ、しかし、えー、十字架のキリストとの出会いによって、はいえー、代価をもって買い取られる経験にもし進むならばですね、えー、罪と死の問題が解決に向かうという、まあ、そういう教訓がですねここにあるのではないかと理解できますよね。はい えー、ここで、えー、コリント第一の手紙の六章の二十節、えー、これをちょっと読んでいただけますかあなた方は代価を払って買い取られたのだそれだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、はい、実はこの聖句の自分の体を持って神の栄光を表しなさいという部分がですね次の 三番目の幕の状態なんですね、はい、この三番目の幕では真っ白なヤギの毛糸が使われているんですねえこれは二番目の幕が表していた十字架での許しの経験の次になりますよね、はい、その次の経験として罪人がどのような経験をするかということを教えてるんですねえここで イザヤ書の一章の十八節を読んでいただけますか。主は言われる。さあ我々は互いに論じよう。たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。紅のように赤くても羊の毛のようになるのだ。はい。ここで三番目の幕の材料に注目しましょう。はい。三番目の幕は。 先ほどの獅子の皮とか、はい、またオ羊の皮のようにですね、動物を殺して得た材料ではないんですよね。えー、生きているヤギの真っ白な毛で作られているんですよね、えーえー。これは罪と死というものがもはやこの三番目の幕の経験には含まれていないことがわかりますよね。うそうですね、うん。つまりこの幕で表されているのは 罪人の状態では解決できなかった罪と死というこの影が取り去られてそしてシみも傷もない純白な品性と到達するという約束であると理解できますよね、はい、まあしかしこの雪のような白さという部分についてはさらに深い研究ができるところなんですが。 まあちょっと今回は時間の関係でですね、はい、できませんので、えー、え別の回の時にですね,ですねまた触れておきたいと思いますね、はい、えそして先ほどの聖句でですね「自分の体をもって神の栄光を表しなさい」というこの神様のご命令ありましたよね、はい、これは精霊によって品性が作り変えられていくという経験のことなんですよねえ難しい言葉でですすがそのことをですね。 聖とと,聖ととかまた神言い例ま,、ねはい、まあこれ「聖花」って「うん、聖書の聖に化けると書きますけど、えー、聖なる清いものに変化させられるという約束は、うん、実際に今私たちがそれを望んで求めれば、うん、その体験に預かることができるということですよね。そ、はい、そしてそれは自分の罪に一つずつず 一歩,一歩勝利する体験ということですよねまさにそうなんですよね、はい、またこの聖果と同様にですね、はい、新生新しく生まれるってね、はい、えそういう意味ですけども、えー、聖書にはキリストの十字架のこの茜染の幕の次にこの新しく生まれる経験をすることがはっきりと記されてあるところがあるんですよ。はいえー、コリント第二の手紙 5章17節を読んでいただけますか誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである古いものは過ぎ去ったよすべてが新しくなったのである、はい、古いものとはもちろん新しくされる前の私たちの状態のことだと思いますが、はい、古いままでは 先ほどのコリント六章の二十節にあった、うん、自分の体をもって神の栄光を表しなさいという神様のご命令には従えないですよね。そうですよね。はい。まあさらにこの先ほどですねこの三枚目の膜の素材が革ではなくて毛糸だと言いましたよね。はい、えー。ジュゴンの皮がこの精霊の感化である水を発水効果ね、えー、弾くのに対して、はい もしこの系統は汚れてもででですすねね水で洗うこことができますよ、ねはい、これはもし私たち罪人が新しくなりたいと神に願い求めるならば神は私たちの品性をですね精霊によって清めてくださるというこういう教訓を含んでいると理解できますよね。はいえー、ここで「テトス三章の五節を読んでいただけますか 私たちの行った義の技によってではなくただ神の憐れみによって再生の洗いを受け精霊により新たにされて私たちは救われたのであるつまりこの約束を信じて神様の御心に従っていくことによって私たちは一歩一歩品性が清められて、はい、新しい人として作り変えられていくわけですね。はい そしてこの経験を積み重ねていく人が最終的に天国に入ることができると聖書には記されてあります。はい、ここでヨハネ3章の3節を読んでいただけますか。イエスは答えて言われた。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。はい。この経験を経て いよいよ神の国に受け入れられるという約束が、最後の四枚目の幕の経験になります。出エジプト記の二十六章の一節によれば。この四枚目の幕は、直に聖女の建物のフレームを覆う。青色や紫などの豪華な雨布になります。はい、この聖女には、神様がご臨在しておられますので、まさに。 顔顔とととを合わせて神様と直接お会いいできるる状態になるという約束だと理解できますよね、はい、一番外側のジュゴンの皮の膜は3枚も膜を挟んでいますので、えー、直接神のご栄光に触れることはまずありませんが、はい、この4枚目の膜だけ直接神様のご栄光を目の当たりにできるということなんですよね。 えー、コリント第二の手紙三章十八節を読んでいただけますか。私たちは皆、顔を覆いなしに。主の栄光を鏡に映すように見つつ。栄光から栄光へと、主と同じ姿に変えられていく。これは、霊なる主の働きによるのである。はい。これは、最初にアダムが作られた時。すなわち、罪を犯す前の。 アダムの状態に完全回復されるという素晴らしい約束なんですねはい。そして最後の4枚目の幕には特別に豪華な天使の刺繍がしてあると記してありますねまなんで天使の刺繍だろうと思いましたけど、はい、天使は神様と顔と顔を合わせることができると言いますから、うん、4枚目の幕の経験は神様と天国で 直にお会いできるということを教えるための天使の詩集なんですね。そうですよね。まあ、そう考えると、うん、聖女の一番目につく外側の膜が。冴えない色のジュゴンの皮であるのはなぜなのかっていう問いについても。おのずと答えが出てきました。そうですね。はい。聖女の四枚の膜は人間が罪を許されて、新しく生まれ。うん 清められていく中で救いがどのように達成されるかを教えるものでしたので、うん、そのスタートとなる一番目の幕が豪華な幕ではなく、うん、私たちの状態を表す冴えない呪言の川であるということですよね、うん、そうですよねまあその最初の状態から最後は清められて神様と共に天国に住むことができるという 私たちの歩むべき、うん、こう人生の全てが主役されてるのが聖ななんんでですすねね本当にそうよ確かに罪人であるモーセがですね紫外山で神様と交わる時は、はい、神様のご栄光をモーセが目の当たりにするとそれに耐えられなかったので神様はモーセのためにそのお姿を雲で覆ってお会いになりましたよね。はい、同じように 神様が私たち罪人と交わる時にはイエス・キリストという肉体でお生まれになってですね、はい、そのことによって神様のご栄光をっって会ってくださいましたよねああの毎日心の中で繰り広げられる善と悪の戦いの中において、うん、キリストのご品性と比べてなんて自分は汚れてるんだろうと。 悲しむ、ね、ものにとっては、うん、罪の問題が完全解決されるという約束はもうこれ最高の福音だと思います今日学んだ聖女の幕の経験や、うん、これから学ぶ聖女の儀式で教えられてることを毎日丁寧に精霊様のお助けのもとに歩んでいくのならば、うん、罪の問題から完全に回復させていただけるんですね。はい まこうしてちゃんと天国までの道筋を分かりやすく教えてくださって具体的に私たちがどう歩んだらいいのかを示してくれるのが聖書なんですね。はい、まさにこの聖書はですねそのために与えられた救いの教訓に満ちていますので、はい、さらにご一緒に皆さん学んでいけば希望が膨らんでくると思いますよ。うそうですね。えー、次回もぜひご視聴ください。 えー、次回は聖女の構造から学ぶ儀式について皆さんと学んでいきたいと思います。はい、今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。それではさようなら。